はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。皆さん、今年の夏いかがでしたか？This summer な。わいはこのサマーに意識して積極的に取り組んだことがございまして、その内容がな、大量の水分摂取。皆さん、水分摂取積極的になさってますか？皆様ご存知の通りね、水分と合わせて塩分の摂取が必要な場合もね、まあ、食生活や体質によってございますので、ソルトな、わいは適切な塩分摂取と並行して水分摂取をね、今年はね、エブリデイペットボトル3本ですから、恋のエイム力、しゃあ、1.5 リットルものね、水分を例年よりもね、多く摂取したんです。おーい、心がけてな。生存するためにな。で、その結果、体の変化がすごくてですね、まず一番の変化は、もうめっちゃトイレ行きまくる。もうね、出まくりですよ。あとは、汗がね、もう、すごいっすね。わい、ただでさえ、元から超汗っかきな体質なんですけれども、もう、This Summer の発汗たる量、もうね、ドバドバでしたね。わいの周り、めっちゃ汗臭い、酸っぱい匂いがもうプンプンで、あと、唇がね、潤いとかになりましたね。例年はね、汗に水分持ってかれて唇パリッパリだったんですけども、今年のワイの唇はね、一味違うんだよ。マスクをね、着用してるんで、その蒸れたのかもしれないですけども。ってことでね、まだまだホットなね、日々が続きますけれども、皆さん、水分摂取、適切なミネラル、塩分摂取など、ご自愛くださいませ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。